こんにちは、親父の家のじじいです。地方自治法施行60周年記念1000円金貨プルーフセット13回目は岩手県です。この銀貨は2012年世界造幣局長会議のコインコンペティションで記念貨幣部門の最も美しい貨幣賞を受賞しました。それにより1万枚が追加発行されました。この銀貨は平成23年ですが24年の方が価値があるようです。中尊寺の金色堂と蓮バックが毛通寺の庭園と美しさ満載です。岩手県、私の母の父、私の母方の祖父は岩手県出身です。私の中の何パーセントかは岩手の血を受け継いでいます。親戚の家もあり、私の小さい頃の思い出は蒸気機関車に乗って岩手に行ったという記憶があります。トンネルに入る前に窓を閉め、トンネルから出ると窓を開ける。石炭の燃えた匂いが客室にも入ってきたというところが印象的に残っています。銀貨にデザインされた中尊寺も数回行ったことがあります。当時白黒フィルムの映像で藤原三代のミイラの様子が流れていました。その時のことが鮮明に思い出されます。岩手というと若い頃に遠野によく行きました。毎年同じ民宿に泊まり、そこのおじさんおばさんとも仲良くなりました。かっぱ淵、早知根神社、遠野物語の世界を満喫できました。そうそう、早知根山にも登りました。下りの坂で膝がガクガクしました。膝が笑うという貴重な体験も経験しました。宮沢賢治が好きでした。花巻にある宮沢賢治記念館、それから宮沢賢治の生家を訪れた時のことを思い出します。わんこそばに挑戦した時は99杯でギブアップしました。あと1杯、100杯食べると記念の賞状がもらえたのに。その後年を重ね2回目、3回目と挑戦しましたが、64杯、46杯と数が落ちるばかりでした。今だったらどれくらい食べられるんだろうな。今現在は私の親戚は代替わりが進み、音信もなくなりました。でも今でも血のつながった人が岩手県にはたくさんいると思います。そう考えると、なんとなく親近感の湧く県です。